はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はサントリーのアイスウォッカー、ソーダ、グレープフルーツ味、アルコール度数 7%、 グレープフルーツ親戚酒使用、ウォッカーとソーダがマッチ、雑味のないクリアなウォッカーと、グレープフルーツの果実感が楽しめる爽快なウォッカソーダ。原材料名がスピリッツと糖類と酸味料と炭酸ガス。これさ、このさ、ウオツカって書いてあるけどさ、これなんかあれなんですか？非常に読みにくいんですよ。なんかあれなんですか？ウオツカってなんかあれなんですか、ね、サントリーなりのなんかこだわりなんですかね。なんかあれなんかな、ウオツカ、なんでウオツカっていうんですか。あ、ありましたね、ヤフー知恵袋にありました。ウォッカではなく、ウオツカと表記されることが多いのはなぜでしょうか？ウよくわかんない。まあいいや、乾杯。なんか、なんだこれ。なんか変な味がする。なんだろう。なんか変な味するな。なんだこれ、グレープフルーツの味なんだけど、なんか変な腐ったグレープフルーツみたいな味するな。なんだろうなこれ。なんか変な味するな。あんま美味しくねえな、なんか変な味がする。ウォッカって癖がないのがいいっていうか、そのあれなはずなのに何か癖がある。なんでな、なんかアマゾン見たらウィルキンソンのウォッカがなんかリニューアルしたっぽいですね。リニューアルっていうか、ウィルキンソンのジンもラベル変えたんですね。昔ウィルキンソンのウォッカ飲んでクソまずくて吐きそうになった覚えがあるけど、味どうなった、治ったんかな。しかも何気にアマゾンで売り上げ2位なんだけど、1位がスピリタス。1位がスピリタス。いやでもスピリタスはうまいよ、確かに。一番うまいのはあれだよね、スピリタスをまあ大体2分の1ぐらいで水で割ること。
なんだろう、なんだっけ、あの精製水じゃなくて、あのトニックウォーターでもないし、何水だっけ、あの売ってる水、そこら辺で2リッターで100円ぐらいで売ってるじゃん。ああいう水で割ると、だから96度だから2.5分の1ぐらいで割ればいい。 2.5 分の1ぐらいで、あの水で割ればちょうどいい40度ぐらいになるんで、それで割って飲むのが一番多分うまいな。まあ値段スピリタスが1765円って結構高いけど、まあ容量が 500cc なんで、まあ 2.5 分の1で割れば、まあ大体 1.25 リッターになるから、そうすれば割と安いんじゃない。そう考えればどのウォッカよりも安いことになる。多分安いことになる。まあ2倍で割ったとしても1リッターでしょ。あ、でも1リッターだとちょっと高いか。あ、でも分かんない、微妙か、分からん。あ、でもウィルキンソンウォッカー800円で売ってる、一番安いんじゃない。アマゾンで798円で売ってるよ。あ、すごい、ウィルキンソンのウォッカの50度のやつがある、890円だって。安っ、なんでこんな安いんだ。まあ俺は一番好きなのスカイウォッカなんだけど、スカイウォッカ、スカイウォッカが一番好きなんだけど、スカイウォッカ安かったよね。あれ、アマゾンだと1100円もするな。スカイウォッカめっちゃ安かった気がする。多分普通に売ってるやつだと900円ぐらいで売ってるよ。スカイウォッカー900円ぐらいで売ってる。でもあれだな、ウィルキンソンウォッカーちょっと800円だ、安い。ウィルキンソンウォッカー安いな、800円だ。720ml で800円は安い。ということで、今回もうまい棒を食べていきた。なんかね、うん、止まってましたね、ビデオが。俺のせいじゃねえけど、なんか最近調子悪いな、このウェブカフェ。新しいのにしたんだけど、コク、うーん、甘みは全くなし。香り、これまずい、変な味がする、ダメだ。2132です。ご視聴ありがとうございました。